高井の人チャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の人に力を入れていらっしゃいます名古屋 FC の監督尾崎さんと一緒にサッカー入試者にインタビューしていく番組となっております。ということで尾崎さん、はい、今日は僕が楽しみにしてた内野さん監督と、はい、広告高校のサッカー部の監督の内野さんを招きして対談していきます。いやよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。尾崎君、今日のテーマをちょっと、はい、じゃあ今回の動画のテーマは広告高校サッカー部内野智章監督にプロ選手発数輩出の秘訣を聞いてみたという。まあ内野さん、これこの質問ってもう最近はいろんなメディアも含めてどうなのああなのって聞かれるじゃないですか。まず、はい、秘訣はあるんですか。聞かれますありますよね。僕も口挟むかもしれませんけどちょっと教えてください。そうですね、もちろんやっぱいい選手が来てくれるっていうのがもう何よりも大きい部分かなとは思うんですけど、そういう可能性を持った選手が広告に来てくれるようになったっていうところですよね。まあそれなしにはもうそのどんな指導しても限界があるので。間違いないですね。宇治の監督は広告高校の監督就任今何年目に入られますか。15年か6年ぐらいですね。15年ぐらいだと思います。はい。そこのご苦労の方が僕聞きたいで。そうですね。最初、まあ、もう、これも、まあ、いろんなメディアで言われてるというか、取り上げられてるんですけど、はい、まあ、部員最初、僕が監督引き受けた時は12人だったんで。ギリギリだ。で、7人高校からサッカー始めたっていう。ですよね。3学年で12人だったんですかね。12人ですね。それが多分2006年とか5年とかぐらいだったと思うんですけど、はいはいはい、でまあそこからとにかくその他がやってないことをやろうっていうのでまあ始めて、でこう試合に出てないけどサッカーセンスのある子に声かけて、レギュラー当然来てくれないんで声かけても、でそういうところからまあ始めていって学校の協力もあって、ではい、少しずつ少しずつそういうサッカーが浸透していって、はい、学校の協力もあって、まあ、スペインバルセロナに修学旅行で行けるようになったりだとか、はい、そういう後押しもあって、でちょうど2008年にスペインが優勝したんですよね、ユーロかな、はい、で10年のワールドカップで優勝したのかな、はい、でちょうどそれぐらいのタイミングで僕らがバルセロナに行き出したんで、まあ、スペインサッカー、バルセロナのサッカーが全盛期、余計まあそこに行けるし、そういうのを目指してるしっていうので、まあ、テクニカルな選手が、まあ、少しずつなんですけど、はい、来てくれるようになって、でまあ、強豪校に行かずにうちに来る選手がまあ1人増え、2人増えっていうのをまあ地道にやってきた中で、そのスペインで認められた選手が、日本でこうメディアに取り上げてもらって、でその子が2012年にプロ第1号。おー、なるほどね。163センチぐらいしかなかったんですけど、うん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 、でその子がすごいいいっていうことで、もう一人10番つけてる子も、まあ、その子を見に来たのがきっかけでプロになって、なるほどね。でその年2人初めて J リーガーが誕生して、はい、でその次の年はヘッドクソだったんですけど、すごく足が速いっていう選手がまあ2人ぐらいいて、おー、なるほどね。でその選手にまあすごくこう、うん、テクニックとかドリブルの練習とか、であとはスペインで教わったようなこう戦術とかポゼッションっていうのを教えたことによって、まあ、彼らが当時2013年ですけど、ヴィッセルと横浜 F ・マリノスに決まったんですよね。はいはい、でまあ、それがまあ一つの転機ですよね。でちなみにヴィッセルの古橋くんは2012年の選手で、はい、彼は高卒ではプロには行けなかったんですけど、はい、まあ、彼の一つ下で実は高卒でヴィッセルに行ってるんですよね。あ、なるほどね。少々下手でも身体能力の高い選手に、うん、まあ、技術と戦術を教えることによって、まあ、全国に出たこともない、ほぼ全国的に無名の学校から、まあ、J1 に声をかけてもらえるっていう、まあ、手応えというか、うん、まあ、一つの方向性が見えたんですよね。でそこから、まあ、そういうちょっとの身体的に特徴のある選手であったり、うん、サッカーセンスがあるけど体が小さい、こう体が出来上がってない選手とか、まあ、そういうふうにちょっとこうかなり偏った選手に声をかけて、で広告で3年間その技術と戦術を教えていく中で、うん、まあ、足の速い子が上手くなったり、うん、
背が低くてセンスのある選手が、まあ、成長が追いついてきて身長も平均になったり、180ぐらいまでいった子もいたりね、でそういう子たちがまた大学に声をかけてもらったりっていう、まあ、そういうサイクルがその辺をきっかけに生まれてきて、結構大学にはあの古橋くん の, かあの大学での活躍もあって結構声をかけてもらえるようになってき始めて、2017年に3人グランパスと清水と金沢かな、うん、名古屋清水金沢に一学年3人プロが出て、でその3人とも共通してるのが、まあグランパスに行った子は中学の時はもう地区トレセンに、まあ、受かるかどうかぐらい、うん、で清水に行った子はスーパーサブで線も細くて、まあ、体も170センチぐらいしかなくて体が細い、うんうんうん、でさで、もう一人金沢に行った子は J のアカデミーだったんですけど、まあ、中学3年生の時はほぼ公式戦には出てない164センチぐらいでもう細くてっていう、まあ、3人なんですけど、まあ、共通してたのがセンスがある、なるほどね、ちょっと特徴的なプレーができる、はい、でも全員小柄で細い、はい、だけどご両親は逆に身長が高い、まあ、そういった部分がまあ3人の共通点 で清水に行った選手は170センチぐらいのガリガリでジュニアユーススーパーサブだったんですけど、卒業する時は184センチで体もすごくがっちりしてて身体能力も非常に高くて、ヘディングももう全然大学生にも負けないし、でスピードもまあ 50m6 秒前半で走るぐらい速くなって、でもともとサッカーセンスがある上に、まあ、うちでずっとこう技術的なトレーニングばっかり1年間1年生の時はやってるんで、だからうちでも2年生の途中まで B やった。でも身長の伸びとともにそういう技術とかセンスに身体能力が乗っかってきて、そしたら今度は最終的には184でフットサルやらしても一番うまいんじゃないかぐらいのテクニックがあって、スピードもパワーもあるボランチになったんですよ。他の2人も、まあ、あれですね、あの内田さん、僕が今聞いてる範囲内でいくとキーワードはやっぱりセンスじゃない、はい、まあ、テクニカルな部分をこう早いうちに染み込ませる、はい、今の結果っていうのは、まあ、なるべくしてなったってなんとなくっていうよりもしっくり納得できますもんね、僕はこの時期から見ると間違いなく皆さん、その後ろさんのこう、うちの像とか高校像っていうのは皆さんいろんな方に聞くとやっぱり違うんですよ、そういう風じゃなくて。だけど僕からすると、僕はジュニアユース年代が23年なんでね、はいはい、まさにそういうテクニカルなところとかちっちゃくてセンスのある子っていうのは逆に言うとちょっとこう扱いにくかったりメンタル的にもちょっと変わってたりすることもあるじゃないですか。はい、そうなんですよ、はい、おっしゃる通りです。だから内野さんは多分僕は辛抱強いんだなと思うのとアイデアマンだなというのが他の指導者とのちょっと違いかなって、もう大体分かりました分かりましたって言っちゃう関係のもう、あ、もうやっぱりこういうサッカー談義するとベースが分かるじゃないですか、はい、その指導者さんの持ってるベース、だから、はい、絶対今日楽しみだし絶対尾崎とは全く違う人だろうなと思ってたんですよ実は実はね。そうなんですか、はいはい、あの例えばこう言葉は悪いんですけども、まあ、若くはないって自分でお見えになったんですけども、僕らするとこれからベテランの域に入ってくるんですけど、ちょっと、はい、入る角度が若干違うだけで、はい、うん、やってることは多分一緒だなっていう感覚がしたんで、はい、あ、出て当たり前だなっていうのはもう今スッと落ちました。でありがとうございます。いやいや、まあ、まさにその僕らも預かった時に税の下部組織がね、この子小さいからとか、はい、めっちゃこうテクニカルなんだけども20年ぐらいの前の話です。今もそうですけども、はい、小さくてこう華奢でだけどボール扱いがうまいっていう子はジュニアからジュニアユースに上がれないケースが多いんですよ。はいはいはい。で、ジュニアユースからユースでも上がれないケースが多い。はいはいはい。で、高校の入った時に160センチあるかないか子が、大学1年生ぐらいになる時に180以上になるっていう遅い成長期もあるじゃないですか。ありますあります。高速飲酒ってそうなんです。意外と。はい、早い子は筋肉がしっかり骨太で、足が速い子は小6にもいるんですよね、中1に。はい、いてますね。子供たちが逆に肉体に頼ってしまって、はい、テクニカルをおろそかにして、スーッとフェードアウトしていっちゃうケースも何にも見てるわけ。いや、むしろ日本はちょっとそれが多いかなっていう気はしますけどね。だから、そこにこう、辛抱強く、
僕らも辛抱強くやっていって、そのさっきのストロングを持った子が、武器を持った子がテクニカルなことをやってっていうのも当然ありますけれども、高校でそれをやられるっていうのは僕は相当辛抱強くないとできないと思います。まあ、大阪っていう土地のおかげって言ったらあれですけど、本当にこう強豪校であったり優秀な監督さんがたくさんいらっしゃるので、はいはい、だからなかなか、まあ、三拍子揃ったというか、そのメンタル的にも技術的にも能力的にもこう揃ってる中学生を取るっていうことがもう本当に難しくて、逆にね、うん、はい、ガンバもセレッソもヴィッセルもサンガもありますし、そうね、いろんな他府県の強豪校さんもこう大阪関西に選手を取りに来られるので、だからそういう環境だったからこそ逆にそういう選手を発掘するしか、まあ、道がなかったっていうのもあるのかなとは自分では思ってるんです。気は長いでしょ、気は長いでしょっていうか絶対辛抱強くない、毎回。いや、まあ、選手に対しては結構短期でよく怒りますけどね。あ、まあそれはまあいいですよ、それは。でも結局マイペースに近いじゃないですか、そういう方っていうのは。自分のこう道とかビジョンとかっていうのをちゃんとしっかり持ってて、まあ人がとやかく言うと関係ねえよみたいな、いい意味でずぶとさがあって、はい、その根気が子供たちに浸透していくっていうわけですから、はいはい、もうね、ほんと今日ね、腑に落ちたな、大体ね。あ、本当ですか。そう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 。まあ確かにいろんな若いで、今40っていうと、これから高校サッカー界が盛り上げていく年代に入るわけじゃないですか。で、そうすると大阪、確かに大阪っていう土地柄って今言われたんですけども、確かにいい子はみんなね、ゼロ下部組織行っちゃうし、それこそ関西から西の方の他県にね、立正大湘南の南君とかもよく行くし、関西の方へからはね。いや、もうだから大阪の選手が本当にこう全国にずっと出ていってるのをこうなんとか大阪の指導者がみんな大阪に留めて大阪をもっと良くしようっていう風にはなってきてる部分もあるんですよね、ガンバセレッソさんも含めて。なるほどね。だけどやっぱり全てを持ってる選手っていうのはなかなか大阪に残ってくれなかったり、こう高校に来てくれないっていうのがあるので、だから例えばこうサッカー、逆にセンスは中学3年生にしてあんまりないって言われてる、ちょっとあいつ下手やねんと、でもめっちゃ早いねん、どう思うみたいな選手を片っ端から集めて、もう地獄の訓練ぐらいの感じでドリブルばっかやらせて、トラップばっかやらして、ってやって、まあプロになった子もいてるんで。あと一つだけ聞きたいのは、はい、いつも高校の指導者の方といろいろなお話をするじゃないですか。そうすると、オーソドックスなサッカーを目指して、体育会系でバンバン走らせてって言って、それはそれで、それも良しなんですけども、必ず聞くのは、例えばうちの監督のとこから J リーガーになった人って、私も含めてですけども、メンタル的なはどうですか？その考え方とか取り組み方っていうのは必ず僕聞くんですけども、テクニカルの部分とか、目に見えない部分の、性格的なものとかって統計的に見て、うちの監督から見て、そのプロになった選手っていうのはハートはどうですか？まあ、いろいろといえばいろいろなんですけど、うん、まあ、共通してるのはまずサッカー小僧ですよね。やっぱりそうですね。で、まあもうその甘えん坊やったりすねるやつもおれば、しっかりしてるやつもいてるし、まあもう当然ですけど、その辺はバラバラなんですけど、共通してるのはサッカー小僧っていうことと、うん、やんちゃであろうが真面目であろうが、もう感性がやっぱり高いです。嬉しいことには喜ぶし、悲しいことには泣くしみたいな、とかそのまあ僕がミーティングでいろんな話をしても、勉強できるやつはできるやつなりに、できないやつはできないやつなりに、なんかこうすごくこうプロにならない子たちに比べてなんかこう感じ取って、なんかこう感銘を受けたり、逆にムカついたり、なんかそういうこう感性っていうんですかね、がやっぱ強いですね。だから、その一つ一つの指導に対してもこう反応があるし、心に響いたことは、まあ、すごく自分でさらに深めていったり、研究したりっていうこともしますし、うん、なるほどね。やっぱ感性の部分、サッカー小僧の部分と、あとはまあ、努力する才能を持ってますね。ほとんどの高校の監督さんが、あの子はあの子はって、まあ今、J リーガーになった、こういう名詞を挙げても分かるような選手の監督さんに聞くと、共通は、さっき、内野さんはサッカー小僧という言い方をしたんですけれども、サッカーに真摯に取り組める子が、もう確率は高いんですよ。
感受性は違うじゃないですか、それぞれが。ムカついたりする子も いたって今言われたじゃないですか。はい。で、意外とそういう子って、指導者から今までの昔の僕のその20年ぐらい前もそうだったかもしれませんけども、そういう感受性、そのうがった感受性の子に対してはちょっとこう、否定的になるケースもある指導者が多いじゃない。だけども、そこはやっぱ内野さんの人間性というか、そのおおらかさというか、そういうのを感じるじゃん。もう普通そこはね、今までの指導者さんだったら、みんな真面目だったっていう。だから、そこにちょっとこう、内野さんの僕が言う変わったではない。こう辛抱強さがやっぱあるんだろうなって思います。反抗的ですよね、良くも悪くも。で、だからその反抗的に受け付けない指導者って昔は多かったじゃない。まあそうですね、今でも多分基本的にはそうやと思う。で、僕も最近この年になって反抗的なやつをどうやってよしよしってしたりこうだって言って、はい、諭していくことに楽しみを感じる年になったんですよね。でも40でそれができそうな感じがするんで、だってやっぱ昔ってそういうあいついい選手なんだけど努力をし続けるあの才能がないと消えていくケースがあったじゃないですか。いやもう自分の同級生とか高校大学でサッカーやる中でたくさん見ましたね。いわゆる育成とか育てるっていう部分だ。そうじゃないですか。はい。テクニカルなもん感性のある人はそれはそれはストロングポイントだけども、ウィークポイント を少しずつこう育成をしていくとか指導をしていくことによってバランスが整っていって完成形を迎えるっていうこともあるわけだから、でメンタルも必要、ハードも必要、ソフトも必要ということでいくと、僕は今日の話を聞いて内野さんがやっぱこう受け入れるところが広いんだなっていう感じがしましたね。僕もその結構高校は体育会系な感じでのところでまあ勉強させてもらって、高校の山本先生とずっと仲良くさせてもらってたんですけど、山本先生はそのこうサッカーがどんどんこう日本の社会の中で認知されだして、まあいろんな学校が特に私立高校がサッカーに力を入れだして、まあ指導していく中で当たり前なんですけど人間性だとか、まあそういったところをすごくこう注目されるようになって、その辺がちゃんとしてないとこうダメだよっていうのはまあ当然なんですけど、それがやっぱりこう注目が上がってくるにつれてこうなんていうんですかね、だから結局ちゃんとしてない子はサッカーできない国になってきてるっていうのを山本先生言ってて、あやっぱまあ高校生といえど、まあ、子供だから学校生活ちゃんとできへんやつもおると、でもサッカーは本当に好きでサッカー小僧やけど、まあ、学校のルールにこう反発したりだとか先生に反抗的な態度を取ったりする子もいてるけど、こう年々そういう子がサッカーできてきてると。だからヤスはできるだけそういう子たちもサッカーが好きやったらできる場所でありたいねみたいなことをおっしゃってて、ね、確かに本当に僕らジュニアユースでこいつもったいないなってやつが軌道修正できるようにしてあげたいなと思うんですよ。少しでもちょっと考え方がサッカーの部分とその取り組み方のところがちょっとバランスが悪い子が、さっきの言葉を借りれば努力する才能とか考え方をちょっと角度変えるとかっていうことがを身につけていけば、はい、才能はやっぱ武器ですもん、やっぱり、はい、本当に何でもない子が普通に努力してサッカーのプロサッカー選手になれるなんてあまたないんで今の日本も、はいね、なるほどな。でもまあでも面白い話だよなそれ。宇宙さん、まあ、今日はとりあえず秘訣っていうか、僕が納得させてもらった部分があるんで、ここでいっぺん今日は1回目は終わって、次また違う角度からでいろいろ聞きますんで、はい、じゃあとりあえずここで締めましたではまた次回も、はい、お招きして、はい、はい、続きお話ししていきますので、よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。